さんこんにちは、素顔の幸福の科学2世会員、私は聞き手の幸福の科学広報局木島克明です。 HS 整形塾の牧山梨沙です。よろしくお願いします。お願いします。この素顔の幸福の科学2世会員という番組は、この2世会員さんをお招きして、どのようにして2世会員でありながら自分自身の信仰をつかんだかについてお伺いしていく番組なんですけれども、よまきやまりささん、2世会員として、生まれた時から、信者として育ってきたわけですね。はい、そうなんです。両親がどちらも信者でしたので、信仰が当たり前のような家庭で育ってきました。そうでしたね。小学校の頃ってはどんなお子さんだったんですか？そうですね、小学生の頃には、幸福の科学でサクセスナンバーワンという仏法心理塾がありますけれども、そちらに通っていましたね。そこでどんなことを学んで、その仏法心理塾の中では、もちろんこう勉強も教えていただきつつも、信仰教育の一環として人の正しい生き方っていうのも学ばせていただきました。その中ではこう人に優しく生きようであったりとか、また明るく生きていこう、そして勤勉に努力していこうという、ことが、人にとって一番大事なことを、その後、小学校の時はまだ素直に学んでた。そうですね、素直には学んではいたんですけれども、でもまだこう明確な信仰心、こう自分で掴んだ信仰心っていうのはまだなかったので、こうぼんやりとでもいいところだなっていう印象は持っていましたね。ですけども、中学高校あたりになると、中学校の頃から、結構私霊感というか、こう霊的な部分がありまして、割と霊的に敏感なんですね。そうなんです、霊的に敏感なところがありまして、でこう寝ている時に何回かこう金縛りに遭ってしまったことがあったんですよ。よくありますよね。そうなんです。でその結構本当に怖くって、結構人の手の感触がこう押さえつけられるような感触。何年生ぐらい？でもそれは高校生の頃ですね。高校1、2年生ぐらいですね。上から追いかぶされるような感じ。そうなんです。ずっとこう手がこう手のこういう動きとか手が動くの、それ怖いね。あったんですよ。そうですか。そうなんです。なのでこう霊的存在がいるんだっていうことは、本当にいるんだっていうことはこう認識はあって、でその金縛りにあった時に、幸福の科学のこう根本教文である少子保護という教文があるんですけれども、そちらをこう金縛りにあっている時にこう読書したんですね。そしたら金縛りが解けて、そうなんです。よく金縛りになってる時ってなかなか自分も動けないんだけど、口は確かにこう動くんですよ。心の中で唱えたんじゃなくて口で唱えた。口で頑張って「言ったことは」ってなんかもう息が抜けそうな感じで、でもこう金縛りにあってこう昇進方向を唱えてる時に、こう「やめろやめろ」っていう声も聞こえてきたことがあって。やめろやめろって。そうなんです。やっぱり霊が嫌がってるんですね。そう、霊が嫌がっているんだなっていう。やっぱそれだけ聞くっていうことですね。なのでこう昇進法語の功徳っていうのもすごく感じましたね。なるほど。昇進法語を読むことによって、こう金縛りが解けたのもそうですし、また自分の心もすごくすっきりしたような感覚があって、本当にこう明るい方向に自分の心を持っていけたのを覚えてます。なるほどね。ただ自分の中でその信仰心が明確に自分のものとなっているっていう、そうですね、そういう感覚はまだまだその時は。そうなんですね。幸福の科学のこう、目標ですかね、こう 全人類救済、もう世界中全ての人を救っていくという、掲げているんですけれども、でもそれがなんかどういうことなのか分からなかったですし、こうエルカンターレっていうのがこうどういう存在なのかっていうのも分からなかったですね。で、高校も公立の中高校に行かれた。そうですね、その中で信仰を持ってそういう、公立の普通の学校に行かれてるっていう時に、何かしらその自分の中で感じた葛藤とかそういったものってありました？そうですね、小学校の頃には、家が当時住んでいた家がですね、僧帽という、幸福の科学が作った建物に住んでいまして、職員寮ですね。そうですね、職員寮。でもその中でも特にこう、なんていうか
周りからの目とかそういったものを小学校の頃はこう気にしていなかったので、はいはい、こう小学校の頃の小学校の友達を、うんまあ、気軽に呼んだりあの幸福の科学の少女に、まあ、呼んだりですとか、はいはいはい、そういったことはしていたんですけれども、まあ、だんだんとこう自分の自我といいますか、はい、そういうのがこう芽生えていく中で、はい、こう相手の反応を気にしてしまったりだとか、はい、なかなか言いづらいような感覚っていうのは少しずつ、うんあのはいまあ、そういうような中で自分自身でこの自分の信仰としてこの方の科学の信仰をつかむきっかけというのは何だったでしょうか。はい、きっかけが大学に入る時に、うん、幸福の科学の学生部という組織があるんですけれども、まあ、そちらにこう兄が通っていまして、うん、で兄に誘われて、うん、通い始めたのがこう信仰をつかむ一番のきっかけでありましたね。うん、その学生部の中でどういうことがあったんですか。そうですね、学生部の中でこう、うん、まず最初に学生部の新入生歓迎会というのがあって、でそこに初めて行った時に、うん、こう幸福の科学に集って、そして幸福の科学の教えを学んでいる、うん、人たちがこんなにも温かくて素敵な人なんだなっていうのに、はいうん、まずこう、そうなんです。でそこからこう、はい、学生部に通うようになりまして、うんうんうんまあ、だんだんと、はい幸福の科学の本であったりとか、また研修、うん、開催されている研修も受けるようになって、はいでまあ、そこからこうおだんだん教えを学んでいくうちに、うんうんうん、行くうちにですね、自分自身のこう生き方がもう180度変わっていくような感覚を持ちましたね。うんうん、どういう教えがきっかけだったんですか。はい、幸福の法という、書籍が幸福の科学から発刊されているんですけれども、はいまあ、この本の中には、はい幸福の科学の、まあ、正しき心の探究の愛知反省発展の4章堂が、はいまあ、主に説かれておりまして、この中ですごく印象的に残ったのが、はい他の人の立場に立って相手から与えられていないことよりも、うん、自分自身が相手に与えていないこと、なしていないことの方を考え、それに対して深い反省をし行動することです。そして人を愛する方、人に与える方に思いを切り替えたならば、その勘の展開をすることによって結局人生において不幸が消えていくのです。むしろそれは幸福の創造なのですという教えが説かれていてですね、はい、結構その理念的な教えですけども、そうですね、要は、うん、今まで奪う側、人から愛が欲しいと思っていたのが、はい、あやはりその勘の展開をして人に自分がどれだけ愛を与えてきたかということの方を考えるきっかけになったと。そうなんです。結構人間関係で悩んでいることがありまして、でこの教えをですね、学んでこう自分自身を振り返ってみると、こう自分がこう相手に何かしようとか愛そうっていうよりも、なんで相手はこうしてくれないんだっていう思いだったりとか、もっとこうしてくれたらいいのにっていう、こう奪う愛の気持ちがあったなっていうことをすごく自分自身の中でこう気づかせていただきまして、この場で言えるような具体的なエピソードとかありますか。具体的なエピソードですか、そうですね、高校生の頃にこう部活動をしていて、で吹奏楽部をしていたんですけれども、そうなんです、でも顧問の先生から結構人間性を否定するような、そうなんです、ちょっと体育会的なところで吹奏楽部の部分があるからね、結構言葉がすごく厳しかった先生で、なるほど、そうなんです、結構厳しいことを、こう人間のクズって言われたんですよ。そう、それ厳しい、ね、今は笑えるんですけど、当時すごくもう悲しくて、なるほど、もうひたすら泣いていて、あ、そう、でもその先生をこう、もう恨んでしまってたというか、もう当時はそうなんです、当時はもう恨んでしまっていて、なんてひどい人の方なんだってちょっと思ってしまっていたんですけど、でもこう幸福の科学の教えの中では、はい、まあ、みんな一人一人がこう神様から作られた存在で、で仏性が宿っている、なのでこうそのいるっていうふうに教えていただいているので、まあ、きっとその先生も人間のクズだというような人の中にも武士はあるはずだ。そうなんです。ダイヤモンドがあるはずだ。ダイヤモンドが輝いているものがあるはずだと思って、でその人のこう悪いところを見るのではなくて、その方の持っているこう武士だったりとか、いいところ、いい面を見ていこうと思えるようになったんですよね。はい、そういうふうにまず自分の心の中で思い始めたんですね。はい、そうすると何か変化がありましたか、その人間関係そのものに。
そうですね。まあその方はちょっと今はもう会えない 会えないけれども、会えない、ちょっと会えない関、会えない存在になってしまったんですけれども、まあでも自分の心の中でこう相手へのこう憎しみっていうものがだんだんこう溶けていって、こう許しであったりとか、こう相手に対してこう相手の方に、まあ今までありがとうございましたっていう感謝の気持ちもすごく出てきたので、はい、まあ、そういうふうな厳しさを通して、うん、自分の至らないところを修正しようとしてくださった、はい、そういう、まあ、磨き役だと。そうですね、はい、自分自身の心の中にもいろんな殻がついていますからね、うん、そのゴリゴリと砥石で削られる時は痛いかもしれないけれども、はい、まあ、そのきっかけとなったら、その自分の中のまだ至らない部分、殻の部分っていうのを、まあ、磨き取ってくださった、はい、逆にその自分のダイヤモンドを磨いてくださった相手であるというふうな思い方もできるようになってきたと。そうなんです、うん、はい、なるほど、まだそこまでいかないかもしれないけどいや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 、まあ、でも本当にこうなんていうか、幸福の科学の教えを学んでいく中で、うん、こう自分自身が本当に多くの周りの人から生かされてきたんだなっていうことへのこう感謝の気持ちもすごく募ってきましたし、うんうん、こう自分自身をこう育ててくれたこう両親に対する感謝っていうのもすごく深まりましたね。はい、なるほど、はい、まあ、それで大学生になって、で、まあ、大学生も一般の立教大学でしたっけね。立教大学に通っていました。芸術教育の学校ですけれども、はい、その中で、アイドル活動をするようになってきたと、はい、そうなんです。そのきっかけは何だったんですか。きっかけは、まあ、この幸福の科学の教えが本物なんだっていうのを、うん、こう自分の実体験からこう確信してからですね、はいはい、この教えをやっぱり一人でも多くの人にこう広めたいっていう思いがすごく強くなりまして、うん、でその中で、当時学生部に通っていたんですけれども、うん、この学生部の中でアイドルグループを立ち上げようという動きがそのあったんですよ。なるほど、はい、さすが幸福の科学そうなんです。実は幸福の科学でアイドルグループっていなかったからね。ですよね。そうなんです。でその動き、面白いこと考えますね、はい、でその動きの中でこう、私も参加、メンバーとして参加させていただいたという、はい、5人ぐらいのグループで、ね、はい、そうなんです、うん、歌を歌ったりしていらっしゃいましたけれども、はいはい、やっぱりそのアイドル活動を通して何を伝えたいと思ったんですか。そうですね、やっぱりこう自分の根本の中にあった思いというのが、うん、この幸福の科学の教えをこう広めたいっていう思いがあったので、うんうん、このアイドル活動、ま、アイドルのファンの方たちには、ま、まだ幸福の科学でもアイドルというのがなかったですし、そのファンの層の方々にも幸福の科学を、ま、知ってもらいたいなというふうに思って、うんうんうん、活動していましたね、はい、で活動の中で、まあ、嬉しいこともあったし、はい、まあ、ちょっと心のもとない言葉に傷ついたこともあったかと思うんですが、その辺りどうですか。はい、そうですね、まあ、でもこうやはり最初はこうアイドルとして自分がまさか立つとは思って、活動するとは思っていなかった、ある意味勇気のいることだと思いますね。もうアイドルをすること自体が、こう自分の名前と、自分の顔がこう知らない人に、なんか不特定多数の人に見られるっていうのが恐怖心もあったのですけど、恐怖心もあったんだ。あ、そうなんです。なるほど。うん、まあ、でもこう実際にこうやってみると、はい、多くの反響をいただきまして、で一般の方々からもこうアンジェルのイベントに参加して本当になんか元気になりましたとか、こう幸せを分けてもらいましたっていうふうに言っていただけたことが。イベントで何曲か歌ったり、曲はいくつぐらいあったんですか。曲は一つだけ。あ、一つだけ。一つだけなんです。じゃあ振りは、振りは桜色天章っていう。桜色天章。そうなんです。天章輪廻の話。そう、天章輪廻の話で。振りもあったんですか。振りもありました。ちょっとやってみて、ちょっとはい、サビの部分をじゃあやりますね。はい、はい、桜色天章さらばソウルメイトっていう。おー、桜色天章さらばソウルメイト、新しい世界へ生まれ変わる時。Here we go。
いかがでしたでしょうか。いや、素晴らしい、初々しさとね、あとの最後拝礼するというところ。そうなんです、最後宗教アイドルなのでやっぱり拝礼で終わる形でしたね。拝礼するアイドルって初めて見ました。そうなんです、でも 2,3 年ぐらい前なので、本当に懐かしいような。まだ 2,3 年前か。そうなんですよ、そんなに昔じゃないね。そうなんです、ちゃんとセンターを取ってらっしゃいましたね。今では拝礼するアイドルっていうのは珍しいかもしれませんけど、はい、もともとは神様の前でお神楽を踊るっていうのが原点にあったんで、拝礼をする神様に奉納する気持ちっていうのは、これはもともと芸能の原点にある、そうなんですね、ことなんで、実は一番正統派、実はそこを歩んでいた歴史的には正統派いや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 、どうかもしれませんね。はい、それとその、神様の心を体現する、世の中を実現するという意味での政治家活動というもの、はい、 まあ、それはやっぱりもう大元に神様の心に対する、まあ、この芸能舞とかそういったものを、歌とか舞とかを奉納するという心と、素晴らしい世界を作ってそれを神様にご奉納するという心、そういった共通するものがあるというふうにも考えられます ね、 やっぱり両者はつながっているんですね。はい、はい、で、まあ、そういうふうなアイドル活動から今政治家を目指して、勉強や研究をされていますけれども、今の夢ってのはどういう夢なんですか。そうですね、やっぱりこの日本をですね、もう一度太陽の昇る国にしたいなっていう夢を今持っていますね、はい、はい、太陽の昇る国、はい、こう今の日本のこう情勢、まあ、世界の情勢を見てみると、はい、こう例えば、まあ、中国から北朝鮮からのこう軍事的な脅威が迫って、はい、いるにもかかわらず、まあ、それに対して何も対抗措置を取れないでいる、こう政治家がいたりですとか、あとは経済的にもこう日本の国民の人たちを、なんていうかこう負担を強いてしまっている、まあ、重い税金を課してしまっていたりですとか、はいはい、まあ、そういった自分自身のこう政治家自身のこう利益を、まあ、優先してしまって、はい、本当はこう自分の心を虚しくして、そして大いなる尊いものにこう手を合わせて国民の幸福を実現するのがこう政治家の役割だとは思うんですけれども、アメリカの民主主義もこう、まあ、大統領選挙のいざこざをこう通して崩壊してきつつ、崩壊の過程に向かっているいる中でこう、まあ、日本も、はい、世界も、まあ、正しさとは何かっていうのがこう抜けてしまっているように見える、やっぱりその価値観の根源には宗教がなければ、そうですね、本当に見るの価値判断できませんからね、はい、まあ、こうした世界をこう導いていけるのは、はい、幸福の科学のこう大川隆法総裁が説かれる教えだけなんだなっていうのを本当に強く感じておりますし、うん、本当にそれがこう世界の羅針盤であるんだというのを感じているの で、そうですね、はい、まあ、自由民主信仰というふうな教えもいただいてますけれども、はい、まず全ての人が自らの物証を輝かせていくと、うん、その中で世界にもやはり仏性があって、うんうんうん、世界の仏性を輝き出していく、うん、その中でユートピアを作っていくという根本的な霊的な認識があって、で、その神の栄光が表された世界をこちらに作っていくっていうのが本来の民主主義のあり方ですよね。そうですね、はい、じゃあ若い世代への、はい、同世代、今女性に年齢を聞くのは失礼なんですけどよろしいですか。今23歳です。23歳、ね、若いですね、まだ若年であります、でそのぐらいの人たちっていうのは本当に宗教や信仰に対してあまり、まあ、触れた経験が少ない人が多いと思うんですけども、そういう人たちに同世代からのメッセージとしてお願いします、はい、そうですね、まあ、私自身は、まあ、もちろんこう若い世代の方は宗教に抵抗を感じている方も多くいらっしゃると思いますし、テレビであったりとか、はい、まあ、既存の教育の中で宗教は悪いものなんだっていうのをこう潜在的にこう感じてしまっている方も多くいらっしゃるとは、まあ、そういうアンチ宗教的な言論というものを今たくさんありますからね。そうですね、私自身もこの今回お話しした中でも実体験としてこう霊的世界は存在するんだっていうのを本当に確信を持っているので、まあ、そこはお伝えしたいなっていうふうに思いますし、私自身こう信仰心を持つことによってこう周りの人を
同じ神様のことしてもっと大切に思うことができましたし、こう世の中のお役に立てる自分になりたいということを本当に強く願うことができましたので、まあ、そうしたことを実現していく宗教が幸福の科学でもあるので、まあ、ぜひそちらをこう知っていただけたら嬉しく思いますし、また若い方ですと幸福の科学で学生部もありますので、はいはい、ぜひそちらも覗いて見ていただけると嬉しいなと思います。はい、はい、まあ、以上でこの牧山さんからのお話はお伺いしたことになるんですけれども、牧山さんに続く若い人たち、さらに若い中高生の人たちが今幸福の科学学園という、宗教学校で流れた、とても素晴らしい CM なんで、それをちょっと最後ご覧いただきたいと思います。ありがとう。この学び屋が私に教えてくれました。信じること、感謝すること、高貴なる義務を果たすこと。成長した私の前には美しい大空が広がっています。世界に羽ばたく大鷲を目指して、幸福の科学学園。